ーンズジェシーです。森本慎太郎です。さあさあついに始まりました。はい、始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですねいつもの固定 MC 田中樹に代わりまして、今週からの1ヶ月は私ジェシーが MC を担当させていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。ジェシー MC ということで、はい、いつもと違う席なんで非常にドキドキドキンちゃんです。あ、ありがとう。そうなんだ、やっぱいつもと違う席だとこう、ありがとうってなんだよ。なんか変な感じする。変だよ、もう景色全然違う。でも景色、そっか、マジで。そう。だから慎太郎がさ、見てる席は窓が見えんじゃん。そうだね。その景色を見て俺いつもラジオ楽しんでるんだけど、うん、もう壁しかないから。あ、俺の後ろ側がね。そうそう。だから変な感じする。変な感じ、すごく変な感じ。え、今日一周目でしょ？今日一周目。初でしょ？初です。やっぱ緊張はするもんだろ？緊張はするけど、どっか行っちゃったり来たり。ありがとう。ありがとう。お前、スパイとかさ、って言うの。え、何が？それ、今日、そういう感じ。お前、今日、ツッコミ不在だぜ。やばいぞ、今日。だって、俺ですらちょっとドキドキしてんだよ。ドキドキ、ドキンちゃん。ありがとう。どういたしまして。どっちか。どっちか言えよって。どっちもツッコまないんだから、しょうがないでしょ。まず一回説明しないとね。そうそう、ね。前回を聞き逃してしまった方は、うん、今死ぬほどびっくりしてると思うんですけれども、ね、あくまでも、期間限定なのでご安心ください。はい、はい。はい、田中樹は2ヶ月後にはちゃんとここの席に戻ってきますので、そこからまた彼が MC を担当してイレギュラーな期間になりますが、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。そうで、ね、いうですよ。で、今回はスペシャルゲスト森本慎太郎さんです。どうもこんにちは、スペシャルゲスト森本です。ありがとうございます。いや、お忙しい中ありがとうございます。いや、本当だよ。いや、大丈夫俺ね。大丈夫だよ。いや、そのだって1回目なわけでしょ今日が。1回目だよ。大体1回目、何度もいいけど1回目だよ。なんかまあうちで言うさ、はい、もうコーチでもうすごくこう安定にちゃんとこう面白くも、なおかつ滑ったりとかなんか変な間が生まれなかったり、すごく綺麗な流れで1回目の放送をちゃんと成功で終わらせるって、こうジェシーの中でもさ、こう、あ、 MC はこういう感じなのかなっていうなんとなくの流れみたいなのを掴んでから、一番喋れない俺が来るはずなわけよ。喋れるから大丈夫だよ。いや、俺だってトーク安定してないぜ。安定してるよ。当たり外れ多いんだから。大丈夫だよ。もう外れが多いんだよ俺。外れは当たりですから。いや、そうね、2回続いちゃったら当たりになっちゃうよね。そうそう。ありがとう。どういたしまして。さあ、なんか噂によると、うん、一番トークが安定してないということで。そうですよ、はい、そんな2人が開幕戦、大丈夫なのかなってそこよ、本当によろしくお願いします。まあでも、まあ、俺らはもう楽しくできちゃうんじゃない。そう、楽しく普通に飯食ってお酒飲んでる時な感じでこうやって喋っていけば、みんな楽しんでくれると思いますから。2人でだって全然4時間5時間とか喋れちゃう。いや、6時間7時間は喋れちゃうんじゃない。8時間9時間いや、10時間11時間は喋れちゃうんじゃない。ありがとう。ありがとう。どういたしまして。そうね、でもどっちかがボケたらどっちかが突っ込むみたいな。一回それ練習する。ある程度じゃあ練習すればいいじゃん、突っ込みを。なんでやねん。おー、いいですね。しびれるね。しびれますね。あ、二人でラジオって、やったことあると思うんだけど、ないのかな。いや、もう、俺はもう、こう、基本、こう、昔の記憶はない人だから。それもどうかと思うけども。覚えてない。あるいくかな。なんか、ありそうな感じするよ。でも、ないじゃない。ない。もう一回募集してみる？なんか聞いてみたらいいと思うけど、うん、慎太郎と俺が2人だけでラジオやったことあるかどうか、うん、リスナーの皆さんに。いい、リトルストーンあるかな。記憶にだって記憶力いいジェシーがないわけでしょ。なんか俺はタイガとかコーチの印象の方が強い。だから会ったとしても1回とかなんじゃない、うん、かな。でも仮にね、やってたとしたらさ、うん、何喋ってたと思う。いや、まあ俺がボケて、うん、シンダルがありがとうって言ってんじゃない。もうその前にやった時も嘘だろ。俺このありがとうのこの切り返し今超必殺技だと思ってやってんだけど。まあそれをやってないと思うけど、まあなんかコーナーとかがあったじゃん。ああそうね。そのコーナー通り進んでたのかな。進んでたんじゃない多分。やってたかな。やってたと思うけどね。ちょっと聞こうよリスナーさんに。そう、聞いてみたいね。あの、やってたかどうかをメールで送ってください。はい、でなんかどんな話してたかとかも。あ、それも聞きたいね。送ってほしいかも。そしたらちょっと蘇るかもしんない。記憶がね。うん。うん。なんかぜひ、覚えてる方いたら。ぜひぜひお願いします。よろしくお願いします。はい。で、今回このラジオに今回このラジオね、聞いてる人たちが多分初めてだと思う人もいると思うので。慎太郎と俺が。ああ、こうやって会話してるのをね。
そうね。だってここのブースでまず慎太郎と俺がいるのが面白いじゃん。なんかストーンズだけは、あそう、ね、ストーンズだけの回とかはあったけど、だいたいジュリと慎太郎、ジュリと誰々っていうのがあったから、多分リスナーの人も多分すごい楽しんでると思いますよ。この段階で。慎太郎と結構もう、もう LINE が来てる、LINE 来てる。ブブブブ来てる。ほら、いっぱい来てる。いっぱい来てるね。ね。それ、ありがとう。いや、まあ、初めましての人からすると確かに、あ、慎太郎とジェシーってこういう感じで喋るんだとなってると思うよ。なってると思うよ。やっぱ、おのおのがさ、やっぱこう、おのおのの回でさ、すげえ、こう、輝いちゃってるわけだ。輝いちゃったんですね。それがこう今ぶつかり合ってる時に。ストーンズみたいに。こう、リトルストーンたちはどっちなんだろうね。あ、やべえやべえ、なのかさ。やっぱそっち行った、そっち行った、つって。戻ってこれるのかな、みたいな。どういうこと？はい。いや、だからその話がそれるから、そういうことね。こうやって引っ張って引っ張って戻さないと話だよね。そういうことね。やっぱこういう時に思うよね、ジュリってすごいなって。いや、そうそう。今のさ、どういうこと？俺らってさ、基本会話のさ、前とか、中とか後ろにさ、でっかいカッコがあるじゃない。ありますね。今の話で言うとさ、会話が逸れていくからさっていうでっかいカッコがある中でのさ、あっちこっち行くじゃん、うん、なわけじゃん。ジュリってそこをちゃんと読み取るからすごいよね。すごいよね。あいつはすげえわ。じゃあジュリ呼ぼうか。電話で出てもらう。うん、まあ面白い。だからまあリスナーの皆さんはね、まずその慎太郎と俺の出会いを多分知りたいと思うんですよ。出会い、そうね、どんな関係性なのかみたいなね、うん、そう覚えてますか？覚えてない？覚えてない覚えてない。俺はもう NHK のリハーサル室だね。慎太郎が初めて見た時、うん、もう事務所の人がもう一人一人も挨拶回りみたいに慎太郎っていうの、慎太郎っていうの、可愛いでしょ、可愛いでしょ、みたいな、それも印象的でも本当可愛いのよ。あ、そう、俺本当可愛いのよ。そう、本当可愛い俊一俊一って感じ。まあバレエはやってなかったんだけどね。そうそう、空手だったもんね。えい、ありがとうありがとう。話逸れてるからね。やばいやばい、戻さないと、戻さないとちょっと引っ張り出して、はい、そうそうそう。先にだから入所したのが僕だね、ジェシー。そう、ジェシーの方が早かった。ちょっとだけ数ヶ月。2006年に入所して、ジェシー何月？いやー、これがね、わからんのよ。そうなんだよね。789とか、10とか、789らへん。いや、でも俺もそうなのよ。え、オーディションしてないでしょ？オーディションしてない。俺もオーディションしてないから、うん、俺もこう、電話来て仕事場行ったから、俺も、789のどれかなはずなんだよね。でも一応俺はプロフィール上では、10月になってるから。10月？10月1日になってたはず。あ、そう。そう。だから、この前も10月1日にこうファンの人たちが、うん、ファンのみんなが、慎太郎おめでとうでこう祝ってくれてたけど、はいはい、なんか、俺10月1日なんだよね、プロフィール上だと、うん。それ自分で言ったの？言ってない。なんでだろうね、自然と。多分事務所の人が、こう、ちゃんと、調べて、公式的に多分入所したっていうのを決定づけた日みたいなのが10月1日なのよ。ただ俺はその前にリハーサルとかも行ってたし、なんか舞台の見学とか、なんかいろんなこう挨拶回りとか、なんか挨拶回り、ね、いろんなことをこうやつがこう曖昧な時期があって、それが俺の中の記憶で言う7、8、9あたりのどれかなんだよね。いや、可愛かったけども最初、うん。もうどんどん怖くなる。どんどんね、もう、ドンになってたよね。本当に。まあよくね、ジュニアの。マーフー先輩も来た時、ね、そう、いつかよくないじゃん話題に。マーフー様だっけ、風磨がね。うん、だから1回目その可愛い可愛いっつって本当に可愛くて、うん、で2回目会った時は取材の現場で会ったのよ。で俺がゲーム機でゲームして、もちろんゲーム機だからね、うん、でゲームしてて、うん、そしたら慎太郎が僕もやりたいっつって、俺が言ってた、また可愛い慎太郎だ、まだ可愛い慎太郎、うん、でやらせて、うん、でそっから俺が可愛いからいろいろこうやってなんか飲み物いる、お菓子いるとかって言って、うん、いるいるっつってから、もう3回目4回目はもうドン。俺、うん、子丼かな、ちょっと子丼子丼だった、子丼だった。え、9歳の森本少年が子丼。ほんと、どうなったので、それがなんか俺が平成ジャンプさんのバックで通過せていただいた時に、まあジュニアの楽屋があるじゃないですか、うん、でそこでこうやってジュニア同士喋ってたら、いきなり慎太郎がドン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 って来て、ドンだからね、ドンだからね。足音はちっちゃくなかったの？あ、それはね、トントントン。あ、でも気持ちはドンドンドンだったよ、あんたの。あ、そうで、ジュニア多分1000人ぐらい引き連れてたのかね。1000人も引き連れてた。ごめんごめん、10何人かな。そうね。でそこで俺に、うん、ちゃんと踊りやってんのとか言って、俺がうーって俺の方が先輩なのにって、先輩なのに怖いと思ってで一応
練習するふりして、ああなんかあんたが慎太郎がいろんな人チェックするんだよ、ちゃんとやってるかどうかみたいな、だからドンだったか、そういう意味ではリーダーシップでまとめてたのかなって今思えばね、うん、あそうだね、そうかそうなんだ、うん、多分そうだ、怖かったよ本当じゃない、わかんないけど、でも自分がこのメインで踊ってるとか、うん、衣装が一人だけ違うとかっていう時期は覚えてる、うん、それは覚えてる、覚えてる覚えてる覚えてる、覚えてるよね、けどなんかこういう会話をしたよとかこういうことしてたよっていう話はもうあんま覚えてない、覚えてない、うん、どこら辺から覚え出してきたの、記憶として、バカレア覚えてるでしょ、バカレアでもなんとなくだよ、バカレアもだって俺たまに昨日夜何食べたかとかも覚え出された時あるもん、まあそれは俺もあるけど頑張ってやんないと思う、でも細胞が死んでいくから、あそうそうかそうか、なんか常に今を生きてるみたいなのが、うぅー危ねえ、やけどしたかった、言っちゃってる俺今、言っちゃってる、言っちゃってる、言っちゃってるこれ、常に今を生きてるみたいな、すごいこれトピック出したニュースのそうなの、森本慎太郎今を常に生きてる、なんだっけダメダメじゃないかそうだからあんまりこう過去のことを振り返ったりもしないし、あんまり思い出すことがないから、だから子供の頃とかの記憶もどん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 忘れてっちゃうんだと思うんだ、だから写真とか撮った方がいいよ、俺とかさ、ね、写真とか撮ってるから、うん、もうこれでうわー懐かしいっつって、で日付書いてあるじゃん上に、うんうん、でそこで何年前だねとかっていう会話もできるじゃん、そうかそうか、写真撮れば今日から、今日から、うん、1日1枚、1日1枚、いい、そしたら話せるよ、話せる内容も、本当に、うん、だから今撮って、え今撮ってジェシー、俺をそしたら俺が MC した時だっつって本当、うん、2024年の10月12日13日12から13か、あ今12かまだ、うん、はいチーズ、はい、はい、ありがとうございます、はい、これが大事だから明日、今日からもう今やったんで明日も1枚撮ってください、分かった毎日1枚何でもいいから、あオッケーオッケー、そうだから皆さんもぜひ撮ってみてください、1日、うん、そうね、一日の思い出を振り返ったら、ああこの日こういうことだって蘇ると思います、ね、ああ本当、うん、じゃあやってみるよ、これから一日一枚大事です、頑張ります、うん、でもそんな慎太郎がね今となっては大男になりかっこよくなって、はい、ありがとう、丸くなり、はい、よかったです、ありがとう本当に本当、うん、いや最初だからそのドラマでさ一緒にやるってなった時に、うん、おい慎太郎いいんじゃんって思ったけどね、いややっぱでもそうだよね、うん、そのドンのイメージがあるからね、そうそりゃそうだ、バカレの時でしょ、そうそうそう、やっぱそれそうだと思うよ、ごめんね、なんかごめんねその時の俺が、え昔のジェシーって、はい、何ですかそんななんか何で今俺の話をしたから今からジェシーの話しようかなと思って、はい、昔のジェシーってなんか髪サラサラでバスケットパンツずっと履いてたよね、あバスパン、うん、はい、もうそのイメージしかないわ俺、リハーサルとかそうね、毎日同じレッスン着着てたイメージ毎日まあなんか同じ色を2着ぐらい持ってたから ね、 そ う、 ね、うん、ちゃんと洗ってますよ、それのイメージだな、でみんなにもあげたじゃん、いやもらったもらった、うん、でも今のジェシーとマジ考えられないくらい無口だったよね、無口、昔のジェシーって口ついてたのに無口だったよ、だからリトルストーンも今のジェシーをすごくこうイメージとして印象強く残ってるわけじゃない、一発ギャグとかね、ボケたりする印象、そうそう、とかテレビ見た印象とか、そうね、ってなるとやっぱ昔のジェシー見たらびっくりすると思う、確かに、だから今こうやって喋れてるのがもうすごいんですよ、だってか声大きくなったよね、声大きくなったね、多分昔ボソボソ喋ってたもんね、はい、シャイボーイだった、シャイボーイだったからね、はい、でそういう変化もたくさんあるよね、仲いい人にしか喋れなかった、でもやっぱりそのドン慎太郎がいたから、うん、どんどん小さくなっちゃったかもしれませんでもさ、そのシャイボーイのジェシーからさ今のジェシーになるまでってさ、どこから変わったの、どの時期か、変わったのはだからテレビ番組でやっぱ生放送を経験するともう喋っていかなきゃ映れないから、あとずっとカンペでジェシー喋ってジェシー喋って、ほんとそこでまあ鍛えられたというか、すごく嫌だったけどね、高校生ぐらいの時、高校生、へ、うん、そうよ、そうジェシーにそんな時期があったんだねあるよ、でもその時からジュリアすごいなと思った、ずっとジュリアも隣にいたからすっげえこいつだと思った、いややっぱね、あいつはすげえよ、うん、
やっぱね、思うもん。すごいよね。あいつはすげえ。いや、ちゃんと考えてる。うん。あいつはすげえ。ありがとう。そこであんたも、いやっつってさ、このなんていうの。あ、つなげていけばよかったな。そうそうそう。そうか、ごめんごめん。いいよいいよ。てかもう関係性の話に戻しますけど、今ちょっと昔話してたからね。うん、二人の関係性の話に戻すと、まあ俺がこう、二十歳の頃に、ジェシーに、飲み屋さんに連れてってもらって、お酒を教えてくれたのがジェシーなのよ。で、そっから二人でこう、よく飲みに行ったり、遊びに行ったりっていうのが、こう、ずっと続いてって。続いたね。まあ、最近で言うと、バイブスのツアー中だよね。ツアー中？はい。の、ドーム終わりにさ、二人でカラオケに行って。あ、カラオケ行ったね。名古屋ね。そう。はいはい。20曲ぐらい。行った行った。ライブ終わった後に。20数曲ね。はい。2時間ぐらい歌いましたね。あれ楽しかったね。楽しかったね、あれ。あとなんか YouTube も見たよね。YouTube 見たね。そう。なんかいろいろ、なんかドラマとか映画とか見れるような設定のね、うん、お部屋で。ああ、そう、あれ楽しかったね。あれもう一回する？あれもう一回した。あ、だってたまに動画見返すもん。あ、見返す？うん。そっか、動画撮ってたね。そう、だからそういうのを毎日やればいいの。あ、そういうことか。だからそういうの撮ってたから記憶あるんでしょ？そう。今の話。いや、俺そう、ブルーデイズが大好きだからさ、ジェシーにさ、ありがたいね、このコーチと、ね、バイブス、僕との、もうちょっと、来週かな？もうす、4日後か。うん。4日後、5日後とかに出る、バイブスっていうライブ DVD の中に入ってる、こう、ジェシーとコーチが2人歌ってる曲があるんだけど、ブルーデイズ、ね。ブルーデイズっていう曲が。慎太郎ずっとしてくれてる。そう、ブルーデイズが大好きすぎて。なんで好きなのよ。いや、あれ、メロディーとか耳心地とか最高よ。うん、好き？うん、大好き。あげるよ。いやいや、一応メンバーだから俺も。だからすごい好きだからさ、ジェシーにさ、ジェシーちょっとお願いがあるんだっつって、俺ブルーデイズが好きすぎるから一緒に歌ってくれねえかって言って、いいよっつって、ライブ終わりのジェシーと、ライブ終わりの俺で、そのジェシーとコーチのブルーデイズをカラオケで歌い、歌いましたね。で、その歌ってるのを俺がムービー撮って、それをストーンズのグループラインに送って、お前らライブ終わりに何やってんだ元気だな、つって。っていう、まあ、一くだりがあったりとか。だって、その前、一緒にうなぎも食べたもんね。あ、そうね。うん。6人でうなぎ食べて。で、その後2人で。2人で移動して。そう。カラオケ行って、っていうね。だどんどん今度呼ぼうよ。メンバーを1人ずつ増やして。あ、いいよ。飯食べた後にカラオケっていう。いいよ。まず誰から行く？誰にする？多分、コーチはもう眠いって言うでしょ？うん、それで言うと北斗も眠いって言うからね。で、ジュリも眠いって言うじゃん。まあ、ジュリも眠い。で、タイガも眠いって言うじゃん。じゃ無理だね。無理だね、これ。無理でした、皆さん。無理だね。でも意外と北斗来るよ。意外と。あいつ。北斗北斗来ると思うよ。本当？来るよ。でも、多分ずっとこう、うとうとしながら。いや、これはなんかバン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 もう歌えば、起きてくるから。本当？うん。じゃあ北斗今度誘う？北斗誘うよ。いいよ。北斗。だから次の公演がないとき、次の日に公演がないとき、ね。ああ、そうね。うん。そうね。そうその年の千秋楽というか、ラスト日に、うん、いいよ。終わった後に行って、いいよ。じゃあ、その時もブルーデイズ。そのブルーデイズじゃ、慎太郎と北斗来て。あ、いいよ。俺と北斗でブルーデイズ対決したら。あれ、いいんだよ。最高なんですよ。いいじゃないのよ。うん、まあ、そんな感じだ、ね、だから、そうね、二人。で、最近は最近どっか行きましたっけ？最近は、焼肉か。最近は焼肉ですね。焼肉。この焼肉もいろいろあるのよ。なぜ焼肉に行ったか。うん。どうする？もういきなり言う？なんで行ったか。これどうする？行っちゃ時間ないよ。あ、時間、あ、そっか、時間見てないわ俺。じゃあ、あれだね。MC は時間見なきゃいけないから。そっかそっか、それ言わないと、うん。そうじゃん。そうよ。あんた舞台ドリームボイス始まったじゃん。だろ。いや、パッて思い出したんだよ、今。じゃあ、今、ちょっと、ちょろって言った焼肉の話は、後で話す。後で話しましょうね。そうね。じゃあ、今、森本トピックに言って。ごめんごめん、もう癖だったね。MC をしなさすぎて、MC 毎回ジュリーがこうやって仕切ってたから、うん、そうよ。時間見ないといけないよ、ね。時間見て、そうだ。そう。申し訳ないね。タイムキーパーをしなきゃいけないからね。そうね。わお！なんだって？え？あと3分で CM 行ってください。ほら、はい。で、慎太郎がね、ドリームボーイズ始まりました。はい。無事開幕おめでとう。ありがとう、ありがとう。今年で2年目ですね。今年2年目です。はい。で、まあ、この作品は、ドリームボーイズというタイトルでして、帝国劇場で行われているボクシングがテーマになった。はいはい、そうですね。で、ジュリも出演していて、ね。ジュリも出てましたね。ジュリも2年ね。はい、やりました。はい。
で、慎太郎も出てるけど、うん、なんか体作りとかしてるんですか？体作りはですね、まあ、なんか勝手に絞れてったって言い方の方が正しいんでしょうか。勝手に絞れてった。あのね。何？私ね、最近こう、食べれなくなってきてまして。なんで？飯が。飯が？はい。あの、夏バテ？夏バテ？何歳よ。いや、あ、リトルストーンって俺の年齢知らない人もいるんじゃないの？俺27歳なのよ。27歳。いや、で、もうそろそろこう、もうね、夏バテを感じ始めてきてて、今年の夏から。もう全然飯食えねえのよ。なんで？まだ27だよ。そう、もう食えなくなってきてる。稽古とかで疲れちゃうの？いや、なんかね、腹減らなくなっちゃって。そう。俺腹減るけど。で、あ、胃がちっちゃくなったんだなって、もう最近すごく感じてて。うん。それどこら辺で気づいたの？その夏で。そう、夏。あ、全然食えなくなってるわと思って。で、最近、帝国劇場にいるから、で、帝国劇場の地下に、はい、うどん屋さんがあるんですよ。うどん屋さんありますね。美味しいね。あ、で、俺そのうどん今毎日食ってんだけど、はい。前までね、大食べれてたんですよ。はい。もう、今、波食ってお腹いっぱいだから。それを、すぐ目を開けて言われても。いや、でも、ま、変化がね。そう、前まで気づいた。大食って、天ぷら食って、米も行って、みたいなもう余裕だったんだけど、今はもうね、波でお腹いっぱい。この前、大食って米食ったんだけど、うん、もう腹パンパンすぎて苦しくてやばかったの。そんなことある？あるんだよ。いきなり。そう。でも食べないともう舞台始まって。いやー、そうなんだ。1ヶ月間あるんですか。なんだけど、そのうどん食ったらもう1日1食でいいや、みたいになってて。ダメよ、それは。で、初日に体重計乗った時は 66.4 とかだったのかな、うん、が今 65.5 とかまで。すごいじゃない。ちょっとじゃあ今頼もう。何？うどん頼もう。もう CM 来るから。で、ここで俺うどん食うの。うん、頼もう。なんかジェシーの MC から自由だね。自由うどん食わしてくれんの？来る来る来る。本当に？うん、スペシャルだから。2ヶ月だから。本当？はい。でも俺1個ちょっと聞きたいんだけどさ。何ですか？体重結構減っちゃってるわけじゃない？うん。逆にこう増やすってなるとさ、食べちゃいいってもんなわけじゃないじゃない、はい、筋肉つけなきゃいけない。一応ボクサー役なんですから、ね、うん。なんかアドバイスとかありませんか？アドバイスは鶏肉。だからうどんやめましょう。いやでも俺ね、柏天食ってるよ。いやダメです。あれはね、衣、うん、衣がちょっとお脂肪ついちゃうから。ささみ肉がいいってこと？ささみ肉がいいです。とブロッコリーね。俺はずっとそれでやってきましたから。はい。ということで筋肉見してみな。唐突だな。だって絞ったって。やりすぎるな。絞ったって言ったから。じゃあ勝手に絞れちゃったって。一回ちょっと見して、一回。見せてもう行きますから。絞れてます。やばすぎだろ。それでいけると思うなよ。絞れてます。はい、ストーンズのジェシーです。森本慎太郎です。やっぱここ大事だから名前言わないと。そうね、名前言わないと、ね、そう、大事。さあ、生放送ということでラジオを聞きの皆さんもメールで参加してください。リアクション感想メールをお待ちしております。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com st@allnightnippon.com。 ストーンズの頭文字を取って ST となっております。同じ内容のメールは1通だけで大丈夫です。番組では X アカウントもあります。アカウントはstonesANNSAT。 放送中はハッシュタグstonesANN をつけてたくさんポストしてください。さあ、それではメールを読んでいきますよ。はい。ラジオネーム涙ふくろうさん。ジェシーと森本のラジオ90分間おたけびと笑い声で終わると思ってたから、うん、普通に会話ができてるだけで感動する。二人ともありがとう。逆にね、うん、ずっとレベル低いと思われてるから。そういうことね。そう、ギャップだね。なめんじゃねえよって感じかな。でも逆に本当にありがとう。いや、感謝感謝。うん、そう、なめるのはね、飴だけにしてください、はい、ということで。さあ、もう一つ来ました。ラジオネーム煽りマグロさん。絶好調だな。オープニングで2人の出会いを聞けると思ってワクワクしながらラジオの前にいたのに、気づいたら記憶を残すために毎日写真を撮りましょう、皆さんもぜひというアドバイスになっててあれ、私今意識飛んでたってなりました。とってもエキサイティングなトーク最高です。ありがとうございます。ありがとうございますね。やっぱ大事ですよ、皆さんもね、写真撮っていかないと。あの、本当にこう意識集中して聞いてくださいね。マジ。あっちこっち飛んでくんで。そうそう。ぴょん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 。そうで、気づいたらその話に戻ってきてるからね。あれ戻ったみたいな。うん。ほんと。ミスターマリックさんみたいにね。これ手品をみんなにかけているかな。はい、よいしょ。はい、よいしょ。いらっしゃいませ。
さあ、もう一つ来ました。ラジオネーム、ショパンさん。私、ジェシーさんが MC を完璧に行えるようになれたら感動します。最後には号泣しながらラジオ聞いてると思います。あら、ティッシュ何枚必要なのかしら。でも今日、そうなっちゃいなよ。なっちゃいます。無理そうかも。もしかしたら、まあ、普通に声も挟みながら、ね、やっぱ自分の良さとかね、こういうジングルが始まりました。良さもね、あるから。はい、やっぱいきなり始まったらびっくりしちゃうからね。そうね、うん、ジングルです、ジングルです、はい、どうぞ。ソンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。三大疾病プラスアライブ。誰にでも起こりうるリスクに何度でも寄り添う保険です。三大疾病プラスアライブ。特定三疾病を幅広くカバー、再発などによる治療の長期化にも備えられます。三大疾病プラスアライブ、住友生命バイタリティ。家で寝そべる、思い浮かべる、インターベル、サイト調べる、仕事見比べる、アパレル業界目指せトップレベル、正社員派遣ラウンダー、仕事選べる、インターベル、鳴らせ心の発射ベル、私ならもっと飛べる。ファッション業界特化の人材エージェンシー、インターベル。ここは美しい川が流れる山あいの小さな温泉町。かつて親に捨てられた青年和樹、それでも人を信じたい彼が見つける居場所とは。歌川百景コミックス発売中、小学館。この町へ来て初めて深呼吸ができた気がする。ラジオのサブスクアプリオールナイトニッポンジャムでオールナイトニッポンクロスのアーカイブを配信中。月額500円でいつでもどこでも聞けます。さらにアプリ限定のアフタートークも楽しめます。まずはオールナイトニッポンジャムのアプリをダウンロード。うちのその AD の佐々木くんが番組を外れるらしいんですよ。え、ジェシー喋ったことある？なんかそのプライベート的な、なんかないないないじゃあ一応ジェシーにその俺の言葉、そうね、俺いただきたい、ね、あ、じゃあ佐々木くんちょっと一言だけ。ジェシーさん、いつも楽しい放送を作っていただいて、いえ、いや本当にありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。え、2人いたんだよ、ね、一緒にさ、こんなさ面白おかしい番組やってた2人だよね。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。佐々木くんは本当にだからどこに行くかも分かんないんだよね。よく分からず、まあ、で、いついなくなるのかも分かんない。まあちょっとまだ分からない。それ聞かないの、どこに行くんですかみたいな。聞いたんですけど、うん、まあちょっと今ぼかされてる。ぼかされてんだ。ちなみに何なの分かるの。いや、何も分かんない。何も分かんないよ。いや、俺今すごい思ったこと言っていい？思ったこと、はいはい。やっぱ毎週ジュリの声聞くじゃない。聞くね。やっぱ安心するね。安心するよね。ちゃんとやってるな。すげえ安心しちゃうね今。ジュリの声って安心する。多分今リトルストーンもそういうこと思ってんだろうなと思って、うん、ジュリの声一瞬聞いただけで、あ、安心した。あ、ジュリだと思って、あれ待って、もう二人に戻っちゃったっつって。でさ、今日さ、俺とさジェシーがさ今ねラジオでねやってるから、僕が、まあ、メイン MC でジュリの代わりにやってますけど、でさ、それでジュリから LINE が入ってさ、入ったね、11時38分ね、はい、なんかラジオヒヤヒヤして全然眠れないってこう、わらとか丸とかびっくりとか何もなく、もうその文だけ来て、で俺がね、楽しくやってるよわらって送って、ジェシーがよいしょーって送ったのよ。そしたら、楽しそうなことだけは分かってる、それだけは伝わるよ。いや、よかった。うん、自撮りの半笑いの写真だけ届いたよ。来た来た。で、やっぱジュリの顔見ると安心する ね。もうずっと見てよ、ここ置いとこうかな、ずっと喋ってくれないかな。でもあれ、俺はね、京本さんから来たよ、連絡。あ、ほんと？うん。ストーンズ、こっから1億3600万再生回数突破。おめでとうだって。それ、俺も来た。あ、来た。嬉しいね。嬉しいね。え、無で、あ、そうだよ。さっき話した。焼肉の話？話する？の前にメールだよ。メール？メールか？メールだよ。それでは、メールを読みます。ラジオネーム、和田かまりさん。これ何て読むの？どれ？一番最初。片方。あ、片方でいいんだ。
片方がボケてもう片方がありがとうとかわけわかんない受けをして二人でゲラゲラ笑っているのを聞いて17歳くらいの子供が初めてラジオを任されてはしゃいでるみたいで微笑ましかったです。でも3分でお腹いっぱいになりました。ちゃんとラジオやってください。やります、やります。え、何この人もネタ、そしたらまだ聞いてる。いや聞いてるでしょ。本当にお腹いっぱいになったからもうそのくだりはいいからちゃんとラジオしてください。あ、そういうこと。いや、ちゃんとラジオやってますよ。まあ、そういう意味でラジオやってんね。うん、今ラジオブースにいますから。そういうことじゃなくて。あ、違いますか。まあ、そういうトークもしてますからね。あ、はい、大丈夫ですよ。もう一つ、はいはい、今届きました、はいはい、あったかい、ほやほや。ラジオネームユンさん、森本さん、はいはい、ありがとうはそこまで万能なツールではありません。ツッコミができないのはもうしょうがないので、せめてなんでありがとうなのか感謝を感じた理由もつけてみましょう。おー、なるほど。だからありがとうの後にちょっと説明理由をして。いや、もうこれマジレスじゃん、そんなの。こんなのなしだと思うわ。そんなのなしだと思うわ。そのありがとうに対して理由をつけなさいとかなしだと思うわ。なし。じゃあそれはなしだと思うよ。ありがとうに対して理由をつけろって意味なんかないんだから、理由なんてないだろう。理由はないみたいです。そうだよ。マジレスは良くないよ。この前のさ、ね、俺これ一個言っていい？何何何？いや、ジェシーいなかった。ジュリーの時のさ、うん、話でさ、ね、タコって宇宙から来た生き物なんだよって話をしたのよ。そしたらさ、じゃあ地球にあるものも全部宇宙のものなんじゃないですかっていう話を、うん、リスナーさんが送ってきたのね。宇宙大きいからね。そう。いや、そんな、で、俺が、この人は何を言ってんだってなってたのよ。はい。いや、もちろん言ってることはわかんのよ。でもさ、うん、そんな細胞レベルの話をされちゃうよくわかんない。答えられないしね。マジレスすんのはよくないよって俺はすごく思うわけ。だからこういうこのありがとうに対して理由をつけろとか、そういうマジレスすんのは本当によくないと思う。でもそんなあなたが一番マジレスしてるけど、ね。まあ、そうなんだけどそうなんだけどね。あんたが一番マジレス。そうなんだけど。マジレスのマジレス。マジレスのマジレス。いや、この前のさ、マジちょっと聞いたよ。マジそのさ、あんたが一番。タコのやつでさ、俺マジさ、いや、この人は何を言ってんだって本当に思ったの。いや、そんなん分かってるよ。だから遊びやすいものは全部宇宙のものだって。女言っとるさ、人間だってそうだろって話になるわけじゃないか。そうだけど。人間だってそしたら宇宙のものだろ。面白おかしく。お前細胞レベルの話してるじゃねえよ。声でかい声でかい。ってすげえ思ったのよ。だからこの人何を言ってんだって思ったのよ。だからそのレベルのマジレスのことを俺に言ってくるなんてなしだね。っていうマジレスでしょ。そう、大丈夫だよ。だからありがとうに対して理由なんて言わないよ。だって意味がないんだもん。だからないんでしょ。そう、それでいいのよ。だからボケに対して突っ込めないから意味のないありがとうで片付ける。うん、それが理由だね。そう、一番の最大の理由です。その大人の対応やめて。いや、一応 MC なんで。そうね、そこで俺も身体に乗ってしまうと。そうね、お話が お話がおかしくなっちゃうんで。そうそう、お、もう一つ来ました。あら、ありがたいね。ラジオネーム羊の羊さん、2019年の11月30日にラジラサタデーにてお二人が出演されていました。え、6年前5年前だ。5年前待って、4、5。あ、そうだ。5年前。数え方独特。何今の。待って。ちょ、こっちからね。まだ、一回待って、一回待って。あともう一行なのよ。4、5ってこの、右手で何、何 ?4 作って。4減らして。9にして。9作って、1マイナスで5年。ちょ、教えて。10本ある指のうちの。そう、4を。2024でしょ、今。そう。そうで、4でしょ？ 4 を取って。10あるうちの4を取ってね。4取って。うん。片手でやんだよ、僕は。僕そうなのね。片手で4作って。4作って。で、引いたら2020年になるじゃない。ゼロだね。今2024年だから、はい。はい。で、そこでもう1年プラスにしたら2019年になる。独特。いいのよ、俺の話は。いいじゃないよ。いろんな、計算とか、それぞれだから。もう、いいのよ。ちょ、いいから。どう、マジわかんない。マジですんなよ。マジで。一番マジですって。いいんだよ、当たってんだからよ。静かに聞いてね。まだもう一回読むよ。羊の羊さんから、2019年の11月30日にラジラサタデーにてお二人が出演されてました。はい、ジシーさんは、こんばんはに、森本さんは、こんばんヘビと挨拶されていました。あー、なんか言ってた記憶、ヘビの記憶があるわ。え、そんなつまんない挨拶してた。こんなことやってたの。こんばんはにこんばんヘビって、ヘビは何もかかってないから、何もかかってないね、うん、俺はこんばんはのわでワニに行ったんだけど。そうだね、そういう理由でね。おう、はい、もう俺ら変わってないんだね。変わってないよ、いいことだよ、変わってないのは。いや、でも、うん、いいことなんだけど、やっぱ俺はね、大人になりたいなって思うよ。なりたいの？あ、やっぱね、マジレスしちゃいけないと思う。
そこのね。大人の対応しないといけないからね。で、一番大人の対応しないといけない。そうそう。でも俺らやってたんだね。やってたね。それはびっくりだわ。まあでも90分はやってないね。ラジオやってたんだっけ？うん。そうか。そうそう。で、あれですよ。話戻しますと、先ほどあの、焼肉の話、はい、なぜ焼肉に行ったかっていう。はい、私たち二人でね。そう。だからまあ、その決定的な、行く理由付けになったのは、僕が、はい、携帯を新幹線の中に忘れてしまったから。はい。こっからストーリーは始まりますね。すごい物語なんでしょう、これが。すごい物語です。俺から話しようよ、もう。まあ、慎太郎の方がいろいろ逆に動いてくれたからね。そうね、俺目線でいろいろ、まあそうね、話した方が俺が動いたからって分かりやすいね、確かに。じゃあ、私から話させていただきたいと思います、はい。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ジェシーさんが携帯をね、こう新幹線に忘れたお話があるんですけども、はい、あれはもう、結構前になるよね。数ヶ月前の話かな。まあ、数ヶ月前ね。に、まあ、地方でロケがありまして、はい、で、そこにこう向かうために、まあ、新幹線に乗ってたわけですよ。ルナパークだよ。ルナパーク。ルナパーク向かってたんだよ。で、そしたら、まあ、俺らが降りる駅になって、で、まあ、みんなとことこと降りていくわけじゃないですか。うん、そしたらジェシーが、こう新幹線降りる前から、カバンをガサ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 ずっと探してるわけよ、何かを。でも、ああ、みたいな顔して、まあ、あるのかなみたいな顔して。まあ、奥に大体あるから、いつも、うん。そのまま新幹線を降りてきて。でも見つからないから、駅のホームにあるベンチで、またこう荷物を漁って、いや、ないないってこう言いながら探してるわけですよ。で、コーチかな、うん、ジェシーに、何探してるのって聞いたら、そう。携帯がないってジェシーが言うから、クスクスクス。だずっと携帯を探してるわけよ。で、僕は一回戻りました。で、新幹線にね、まだ止まってたから。はい、でもパニックですよ、うん。もうあともう10秒で閉まるとこ、俺はもう戻って、うん。で、こうやってバーって見るとなんかもう満員電車に見えるんだよね。ああ、新幹線の中が、ね。パニックりすぎて、うん、自分が。で、もうないないないと思って、じゃあカバンだカバンだと思って、ホームに戻って。はい、戻って。新幹線、プシュって閉まります。で、その閉まった時に俺が、ジェシー何探してるのって聞いたら、携帯っつって。で、俺は、ジェシーが、その携帯電話を置いた場所が、ジェシーは窓側の席に座ってて、ね、通路側の、通路ある進行方向を向いて左側の席の窓側。D席、D。で、俺は右側に座ってたんですよ。A ね。で、降りる時に横パッて見たら、ジェシーが、新幹線の窓の、こう、まあ、なんかところに飲み物とか置ける、ね。飲み物とか置ける。ちっちゃい棚みたいなやつ。あそこに携帯を置いてて。置いてたよ。で、ジェシーがあそこに携帯置くことって、まあないんですよ。なかったよ、今まで。今まで。うん、だから、ジェシー珍しいところに携帯置いてるなって思いながら、俺はそのままホームに出たから、俺に聞いてくれればすぐあそこに置いてあるよって答えられたんだけど、俺がちょっと歩いてもジェシーと離れちゃったところにいたもんで、わからなかった。だからジェシーが携帯を探してることが、だから新幹線閉まったタイミングでジェシー何探してんのってパッてコーチに聞いたら、携帯だよって言うから、あ、携帯あそこにあるよって言ってパッて見たら、その窓からこの携帯が置いてあるのがちゃんと見えるわけさ。で、そのまま新幹線がピシーってこう出発してっちゃうのよ、ね、で、あー行っちゃったわ携帯ってなったら、そしたらマネージャーさんが思いっきり走って運転手さんにこうやって止めてくださいみたいな素振りをして、ね、絶対止まるわけないんだけど俺は1秒だけ止まるかもしれないと思ってすっごいちゃんとね本気で走って止まってくださいみたいな、そう絶対止まんないんだけど、在来線じゃないからね、うん、在来線も止まれないんだけど、そう、まあ、新幹線を止めようとしたマネージャーさんが、あ、無理でした、とか、それは無理だわ。それは無理よ。無理や、それは。で、やっぱどうする、どうする、携帯ないって結構しんどいよねって話になり、で、とりあえず、ロケがあったから、向かおうって言って、もう向かうしかない。もう向かうしかないから、携帯行っちゃったから。うん、だから、向かおうって言ってる間に、みんなで話しながら歩いてて、で、いや、駅員さんに言って、車掌さんに連絡取ってもらえれば、次の駅でね。そう。携帯ピックしてもらって、こう次の駅に預けてもらうとか、いろいろできるんじゃないかって話をしてて、はい、あ、そうだねって聞いてみようって言って、まあ、駅員さんに言ったところ、車掌さんはピックアップはできるけ、携帯をピックアップはできるけど、それを次の駅の人に渡すことができない。そうなんです。そのまま持ったまま終点まで行かなきゃいけない。うん、っていうことを言われてしまって、で、その俺らが乗ってた新幹線っていうのが、新潟行きだったんですよ。で、俺らはあれだから、栃木か
降りたとこ。高崎高崎か、うん。高崎駅で降りたから、新潟までってなかなか遠いわけ。3時間ぐらいかかるんじゃない？そうよ。片道。本当ですよ。で、あ、それやばいねって話になって、いや、そこまで行くのはちょっと大変だし、どうしよっかって言った時にジェシーが、いや、そういえば新幹線の中に、タレントのジョイさんと芸人の、東京ホテイソンのタケルさんが座ってた。僕はだから新幹線入ると誰かしら芸能人の方がいるから見る癖があるんだね。うん、で、その癖があったから、お二人を見つけられて。見つけられることができて。そう。で、あ、お二人に連絡を取ろう。でも、そこにいた時のストーンズメンバーが誰もそのお二人の連絡先を知らなかったのよ。で、やばい、どうするってなった時に、いやもうこれは、なんとかして、こう、車掌さんにピックアップしてもらって、新潟まで送っちゃうより、こう、いわゆるこう、芸能人同士というか、うん、まあ同じ、似たような業界の人にいる方にこう、携帯を預かってもらっておいた方が安心なんじゃないかって話になって、うん、じゃあもうジョイさんか、東京ホテイソンのタケルさんに連絡をしようって言って、どっちだどっちだってなった時に、俺がこう、知ってる芸人さん友達だったら、タケルさんはすぐ連絡がつくけど、うん、ジョイさんの連絡先は、ちょっと共通の人がわからないから、もうタケルさんしかいないと思って、とりあえず芸人さん仲間で俺は連絡するっつって。そう、お願いっつって。で、バーっていろんな芸人さんに連絡をして、それこそ、多分ミキの昴生さんとか、うん、で、イグジットリンタロウさんとか。いろんな人に連絡をしたら、りんたろーさんからたまたま返信がすぐ返ってきて。もうそれだけでも嬉しいもん。早いすぐ帰ってきて。はい、持ってま、持ってるよ、みたいな。あ、ちょっともう、急用なんでとりあえず送ってくれと。そうそう。連絡先ね。さんの連絡先を送ってくれっつって、うん。で、普段だったらさ、こう、ね、はじめましてにもなるし、俺はこう、共演経験もそんなないから、だから、連絡先を、こう、いただき、たいんですっていう連絡をリンタロウさんにこう送っていただいて、向こうの許可を得てから連絡先を俺に送ってくれてからのやり取りがまあ普通なわけじゃない。そうね。でもそんなことしてる時間ないから、そうそう、もうとりあえず送ってくれと。で、俺かもう連絡するから、早くリンちゃん送ってくれっつって、リンちゃんから連絡先をもう送ってもらって、うん、それではタケルさんに連絡をして、あ、来た来た。もういきなり、もう初めましてと。ストーンズの森本慎太郎と申します。今、同じ新幹線に乗ってたんですが、うちのメンバーのジェシーが、新幹線の中に携帯を忘れてしまいましたと。何番の何々に、ジェシーの携帯が置いてあるので、それをピックアップしてもらえませんか？そう。っていうのを、LINE をパッと送ったの。そしたら、タケルさんからさ、え、本人？みたいな。そう。だからまず、返信来ただけで俺はもう、よっしゃ、よっしゃ、ってなるよね。近づいてきたって思って。あなた本人？みたいな、まずなるわけよ。お前、本当にストーンズかみたいな。いきなり一発目がそれだからね。一発目がそれだからね。で、とりあえず多分、タケルさんも、ハテナのまま多分、携帯を見に行ったんだよ。本当にあるかどうか。そしたら、本当に携帯があるから、あ、多分、これは本人なのかもしれないと。で、何色の iPhone ケースで、何色の iPhone で、みたいな話をして。情報をね。そうか、そうか、みたいな情報を与えて。あ、じゃあ、本当にこの人が、ストーンズの森本慎太郎なんだってなって、あ、じゃあ、これがジェシー君の携帯なんだ。つって、タケルさんがその携帯をピックアップしてくれたのよ。そう。そしたら、その、芸人さんに、俺がタケルさんと連絡してる同タイミングで、マネージャーさんは、駅員さんとかと喋ってて、もう社長さんに、携帯をピックアップしてほしいっていう話が伝わっちゃってたわけさ。うん、だから、タケルさんが携帯をピックアップしたタイミングで、駅員さんが、携帯を探しに来るわけよ。その号車に、俺が忘れた号車に。そしたら、タケルさんからしたらさ、これは本当に本人の森本慎太郎なのか、いやでも本当に携帯あるしな。でもどっちなんだっていう、こう多分、半分ドッキリ状態だったと思うのよ、うん。その中で、駅員さんが来るもんだから携帯を探しに、もう、パニックっちゃったみたいで、ね、混乱だよね。あれ、駅員も来たし、本当にドッキリなのみたいな。でも携帯あるし、本当に連絡来てるし、みたいな。あれあれあれってなって。で、タケルさんが、いや、この携帯の持ち主の、友達の方が、みたいな、こう、説明して、説明してくれて。で、駅員さんも、あ、うん、じゃあそういうことならいいですよ。ってなって、駅員さんは話をこう理解してくれて、まあ、自分のこう、車掌室に戻ってって、車掌さんか、車掌さんが話を理解してくれて、車掌室に戻ってって。で、タケルさんが、今駅員さんが来たんですけど、携帯を
俺に預けてほしいみたいな。でも俺が持ってていいんですよねみたいな。武井さんが持っててください。何があると、何があるかわからないから、武井さんが絶対持ってっていただかないとこっちも安心できないです。みたいな。あ、わかりました。みたいになって。で、とりあえず、どこで落ち合うかなんですよ。うん、俺らは、私とこね。武井さんがとりあえずピックアップした。さあ、じゃあそのジェシーの携帯をどこで渡しましょう。ストーンズはその日は、日帰りだったため、うん、高崎で仕事を終えて日帰りでそのまま東京に帰ってくる。でも、たけるさんが泊まりだった時。そう、そこなんですよ。うん、どうするって話になって。で、新潟でロケでね。そう、新潟ロケで、うん。新潟泊まりだったらやばいねって話になって、とりあえず、たけるさんって今日、泊まりですかって聞いたら、いや、今日は日帰りですみたいな。あ、何時に帰ってきますかみたいな。あ、何時に終わって、何時の新幹線に乗るんで、多分大体、この時間ぐらいに着くと思います。まあ、なんとなくのおよそですけど、みたいな連絡をくださって、あ、そうですか、わかりました、って言って。じゃあ、東京駅で落ち合いましょうと。その、ジェシーが携帯をなくした、約まあ12時間後ぐらいだよね。そうね。落ち合う。約束が取れて。そう。よかった。はぁ、いや、よかったってなって。ありがとう、慎太郎。で、そんな、たけるくんって。連絡を取り終わった後に、もうとりあえず俺らはロケがあるから、うん、ロケをしに行って。で、ロケが終わり、じゃあ東京に帰りましょうつって東京に帰るんだけど、俺とジェシーが終わった時刻で東京に着く時間がだいたい6時ぐらいだったよね。あれね、18時ぐらいだったんだけど、たけるさんがそのタイミングで俺に連絡をくださって、だいたい着く時刻が21時半ぐらいになります。うん、3時間ぐらい、ね。3時間ぐらい空きがあると。あ、そっかそっかってなって、じゃあどうしよっかってこう、ジェシーの顔パッて見たのよ、俺は。そしたらジェシーはさ、もう携帯がないわけじゃない。俺はもう何もすることない。そう。で、連絡は取れないわけじゃない。ジェシーは、ん?みたいな顔してるわけ。で、その時いたのが俺と、ジェシーと、コーチと、キョモの4人。で、タケルさんと連絡を取り合ったのは俺なわけよ。で、こっから、タケルさんが9時半に来るまで、3時間半あると。さてどうする?さてどうするんですよ。もう俺はもうスリスリしてる。慎太郎一緒にいてくれない?そう。俺がこれで帰っちゃったらさ、ジェシーは一人で東京駅で3時間半待たなきゃいけない。で、タケルさんがどこの改札から来るかもわからないし、どんな服装してるかもわからないから、これはもう俺は一緒にいてあげないと、ジェシーが携帯ピックアップでいけないから、じゃあ一緒にいようと思って、じゃあジェシー一緒にいよう。もう、俺は、お前といるよって言って、そっから、タケルさんが来るまでの間、時間を潰そうって言って、焼肉に行ったっていう。そういう話ですよ。っていう長い話があって。で、一番最近俺とジェシーで二人で何かしたっていう話になると、そこの焼肉屋さんでご飯を食べて、で、ジェシーが、その携帯のことがあったからって言って、ご飯をおごってくれた。おごりました。もちろん。いくらでもおごるよね、うん、それは。それがね、一番最近の思い出だよね。うん、ビッグトピックだね。で、その、飯を食った後に、もう多分もう、俺らが焼肉を食った話より、その携帯がどうなったかな、確かにね、多分みんな気になってると思うのよ。で、飯を食い終わって、だいたい9時過ぎぐらいに、たけるさんから、あ、もうちょっとで東京駅着きますって言って。俺もドキドキしてる、なんか。本当に、出会えるの、久々の再会みたいな。何年ぶりかの再会みたいな気持ちで。本当だよね。で、あ、よかったってなって、じゃあ東京駅に向かおうっつって、お会計をして二人で東京駅に向かってって、改札前でね、うん、こうやって待ってて。待ってもう。そしたらさ、たけるさんがこう歩いてくるわけよ、向こうから。もうヒーローにしか見えない。ヒーローも輝いてた。やばいよね。たけるさん来て、あ、すいませんみたいになって。ありがとう。もうたけるさんもこう掲げてんだよ、こう携帯を。こいつだろこいつだみたいな。で、ジェシーが、ありがとうございますって近づいてって、その携帯をこう、たけるさんからジェシーに渡す瞬間を、まあ俺もいたから、俺がこう写真を撮って、もう何枚も写真撮って、もうこれは記念だねって言って、その写真を、まあ、ジェシーとたけるさんに送って。で、無事、たけるさんからジェシーの元に携帯が渡り、まあ、ことなきを得たっていうストーリーがありまして。本当に、ありがとうございます。いや、あれは、その説。大変だったね。でも、いい思い出だよね。いい思い出。だから、その、焼肉探す時も結構、もう予約がいっぱいで入れなくて。あ、そう。で、ジェシーどっかないかねみたいな。あ、ちょっと待って。あ、そうだ、俺携帯に。何回もすんのよ、それ。あ、ごめんね。お前に任せるわ、みたいな。あ、オッケーオッケーって俺が探してね。いや、懐かしいね。痺れたね。まあ、携帯は忘れないように。はい、気をつけます。ストーンズ日記、ラジオネーム、ストイック小町。夜の新宿で、
ふとビルを見上げたら、屋上に赤く光る何かが見えた。さくらんぼかなと思い、ビルを登ってみたら、赤く点滅するランプだった。そうでしょ。あと、調べてみたところ、それは航空障害灯というヘリや飛行機がビルにぶつからないためのランプだそうだ。今日も一つ物を知った。パイロットになる日は近い。うおぉ。もう時期だよね。もう時期だよね。だって今頑張ってんでしょ。そう、今ね。ね、もう、割と、右左にはもういけるんだ。いける。俺、前後ろいけんだよね。あ、すごいね。そうそう。だから二人で合わせたらちょうどいいね。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。ストーンズ日記、ラジオネーム、アルパカ。We are Stones! 今度こそ忘れないように、改めて、ジュリと作家さんに、趣旨とやり方を聞いてみた。1、ラジオネームを読む。2、読む前に笑ったり、これ面白いよと言わない。3、ストーンズになりきる。4、受け継がれる意志。時代のうねり、人の夢、それらは決してとどまることはない。世はまさに大海賊時代。何どうしたんですか。これ何これ何って言っちゃいけないやつだな。違う、どうしたの。そっちで処理すんのこれは。どうしたの。どうしたのじゃなくて、びっくりびっくり。ストーンズのオールナイトニッポン。逃げた。逃げた。それでは名蔵メールを名蔵メールをメールをね、あっちあっちなメールが届きました。ラジオネームバスケットカウントさん。ジェシーさん、このラジオでメンバーのトーク聞くとき、いつもはうんとかわかるって相槌なのに、今日ははいとか丸々ってことですよねが多めなんですけど、どうしてですか。敬語で話すのが MC だと思ってますバレちゃった。めちゃくちゃおもろいやん。でもなんか仕切るってそういう感じになっちゃうんだよ。あ、でもわかるよ、わかるわかる。自然とゲストだから、うん、そうやって敬語で喋らないといけないっていうのがもう染みついてるのか、染みついてるというか、 なんかそういう癖になってるのかもしれない。めっちゃ見抜かれてるやん。そうそう、だからいいことだね、俺のこと理解してくれてるってこと。そうね。いや俺ね、だってそんなさ、なんとかですよねとか言わなくていいんだよ。いや分かってるんだけど、ちょくちょくなんかそういう会話をさせてください。いやだ。お願いします。いやだよ。あら、一枚来ました。あっちあちの。そんなね、あちあちの何なの。あちあちの。今来た、届、出来たてっていう。あ、そういうこと。届いたって。出来たてであちあちなのみたいな。そうそうそう。俺の MC はこうだから。いや、でもいいよ。その、ジェシーらしい MC のなんか。一回出てきてみますよ。ありがとう。ラジオネーム、ゴンブトさん。焼肉行くまでに、いろんな人を巻き込みすぎ。巻いていいのは、サンチュだけなんてね。いいですね。俺みたいな、正確な人が。ゴンブトさん、いいね。友達になるよ。あんたは何食いしばってんだよ。突っ込むの。俺はこれ突っ込まないから。俺は肯定派だから。あ、そうなの？そう。巻くのはサンチュだけ？そう。なんてね。ありがとう。ありがとうね。巻いてくれたからね。うん、下を巻くとかもあるよね。ありますよ。ってね。今の音はね、ギターで言う F コードかな。なんてね。あ、もう、ない、ラジオ。あっちあっちのない。あっちあっちの。あっちあっち待ってんの。あっちあっちのないの。あっちあっちのメール。まだないか。うん。そっか。そんな。まだね、今ちょっと調理してる。これ広げないと。あ、そうだ、サンチュだけなんてね。広げるもんじゃないけどね。サンチュ、それこそ焼肉さ、うん、あれ、サンチュ食べますか、毎回。毎回食べます。食べない。俺、米も食べないよ、焼肉。米多分最近でしょ、それ。多分これね、リトルストーン今びっくりしちゃってると思うよ。いつからよ。ずっとずっと。え？食べてる時ない？たまーにあるよ。たまーに。あの、脂っぽい肉食べる時。あの、ハラミとかロースとかカルビとか、食べなきゃ いけない時は、お米を食べて油を流すみたいなことやってるけど、俺基本、あの、子供の頃からだけど、うん、焼肉行って食べるものって、チョレギサラダと、はい、肉寿司と、あ、肉寿司、まあ、たまにだね。まあ、これ米入ってんだけどさ。入ってたんだけどさ。まあ、ちょっと、まあ、これ置いといて。ちょっと特別枠みたいな。置いとけねえよ、もう。ちょっと特別。入ってんだから。特別枠みたいな。分かった。で、あと、炭塩と、うん、島町。島町。しか食わないから、俺。あ、そう。そう。で、肉寿司も、そのいつも行ってた焼肉屋さんが、肉寿司用に使う肉が入ってなかった時は、肉寿司は絶対食べないから、うん、そうなると、もう、チョレギサラダと炭塩と島町しか食べない。その3つ3点セット。そう、この3点セット。はぁ。基本。そう、サンチも食べない。サンチ食べない。なんか巻いてるイメージあるけど、小さい時は。いや、食べない。あの、油っぽいのは、行く時は、たまに巻かなきゃ、
無理だけど。ちょっとね。そう。体のためを気遣って。そうそうそう。だからさ、ストーンズ6人でさ、なんか、ライブの打ち上げとかでさ、うん、こう、大人の人たちが焼肉に連れてってくれたりとかするとさ、スタッフさんとかね、こう関係者の人、いわゆるお前ら若いから、カルビとか行けるだろう、腹にドンと来んのよね。そう。そうなると産地ないと無理だよね。そういう時はあるよね。うん、あるね。うん。で、あっちあっちの来た。来た来た。あ、焼肉だけに。あっちあっち。焼肉だけに。いや、じゅー。ほら、音が聞こえますよ。ラジオネーム、インターフェイスさん。てか、ジェシーの新幹線で芸能人を探す習慣ってどういうこと？移動中も欠かさず友達作ろうとしてるの？ストイックすぎない？そうなんですよ。そうなの？え？そう、探して、だからもし誰かさ、まだ連絡先知らない人がいたら、だからその時に、タケルさんとかと連絡先交換すればいいなと思ったんだけど、すいません、真面目なところが出ちゃってて、やっぱり新幹線はさ、移動が長いからさ、なんか、疲れてたりしたり、朝早かったりしたじゃないですか。うん、だからまあ、ゆっくり、ちょっと。あ、そうね。ちょっとそっとね、しといてあげないといけないかなと思って、うん、その時は話しかけなかったんで。真面目、ジェシーの、この、何いいところが出ちゃってるよね。いいやつなところ。そう。うん。いい子ちゃんだからね、ジェシー以外で。で、なんかあればさ、今回みたいなケースがあるから。そうね。そう。アウト来ましたチアチの来たチアチの来たあ、チアチの来ました。はいはい。ラジオネーム、メキャベツの刺身さん。はいはい。ちなみにジェシーさんは携帯を受け取った後、タケルさんと連絡先を交換しましたか？もちろん。した。もちろん。で、連絡して。はい。飯も行った？飯行けてない。まだ行ってないの？だからもう本当に豪快にね、もう素晴らしいところに行きたい。ああ、そういうことね、うん。あ、そうね。ありがとうございましたの思いを込めてね。もちろん、慎太郎もね、その時は。本当に？時間があれば。ありがとう。もう何でも食べていいから。マジで？サンチュも食べていいし、うん、米も食べていいし。うん、俺あんま焼肉ってその二つ食べないんだけど。いや、もう本当に連絡先交換しましたよ。いや、でも、本当、あれ大変だったからね。本当ちょっとごめんなさいとありがとうございますで、そうね。ね、ちょっとご飯ね、ありがとうございましたっつってやらなきゃいけないよ、ね。ちゃんとタイミングを持って、ちゃんとしたお礼をね、そうね。ご飯でも返したいと思います。うん、はい。大事。また一枚来ましたよ。あっちゃちが。あっちゃち。あ、ちょっと俺も触ってみようかな。触ってみよう。あっちゃちだね。あっちゃちだね。ラジオネーム、父親のダブルピースさん。森本さん。はい。さっき、マジですんなと切れ散らかしてましたが、じゃあ僕たちはどんなメールを送ればいいんですか？嘘のメールを送ってほしいんですか？そんなメールが来て喜ぶパーソナリティ、変じゃないですか？という、いや、ほんとそれはその通りだと思うね。うん、メールに関してはそういうなんかもう今ねちょっとねマジレスを送っちゃいけないと思うよ。マジレスだからそマジレスみたいにボケてんだよね、なのかな、おそらく。いや、でもあの時のね、あの人はマジレスだったと思うね。あれは俺はもう戦う気満々だよ。マジレス来た。うん。あれはね、じゃあ細胞レベルの話をしていいのかって話なのよ。マジレス来ちゃった。俺らだってさ、そしたら俺らのさ、先を辿ってったらさ、もうそんな全部一緒なんだから。身体大人になりたいんだっけ？そう。じゃあもう、静かにしてください。そうね。黙りましょう。さあさあ、ジャッジが来ました。ラジオネーム、ドロップ&キックさん。地球も宇宙にあるから全部宇宙の食べ物だろってメールにマジレスすんなって怒るってことは、森本は全部分かっててボケてたってこと？トウモロコシとかも全部バラエティ用の器用な嘘ってこと？お前は常に本気の男だと思ってたよ。がっかりだ。いやいや、もう分かってない。マジで分かってない。ドロップ&キックさんからですよ。マジで分かってないね。はい、ちょっと教えてよ。トウモロコシはマジで、うん、もう諸説あるよ、うん。俺は本当にあれもう宇宙から来た食べ物だっていうので、俺はもう本当に食べてない。食べてない。番組でも言ってたしね。うん、そう、はい。でも、タコは食べる。なんでですか？美味しいから。トウモロコシも美味しいよ、十分。いや、トウモロコシ美味しいのは知ってるよ。うん、みんな美味しい美味しいって食べてるから、それは美味しいんだろうなって思う。でも、この人はね、分かってないね。指を刺すな。いや、指を刺すな。この、ドロップンキックは、分かってない、ね。刺すな。いや、分かっててボケてた。いや、ボケてるわけないじゃないかと。あれもガチでね。ガチで。ガチで言ってるよ、俺は。本当にマジですんじゃないって。本当に。いや、笑ってんだろ、お前。何言ってるの？で、その後の、全部バラエティ用の器用な嘘ってこと？僕は、バラエティ用の器用な嘘なんて、まあ、たまにするかもしれませんけど、こういうことにはしません。しないんだ。はい。たまにはどこにあったんだろう。
見つけたいね。例えば、楽屋で先におはようございますって挨拶してんのに、こう初めて会ったみたいな感じで、おはようございますってこう、初めましての手で挨拶するとかね。はいはいはい。ああいうのはね。そこ、そこなの。それがあなたのバラエティの器用な嘘。そうそうそう。とか、あと、何ないじゃねえかないじゃねえかあと何いいんだよ、探さなくて。でも、俺は、いいのよ。分かって、だ分かったよ、ドロップエンキックが、もう。刺すな、指を。もう俺はね、ドロップエンキックに分かるようにちゃんと言いたい。言いたい？うん、お前は分かってない。それを言いたかったそう。苦しそう。苦しそう。さあ、久々行きますよ。こちらのコーナー。来ました？それではこちらのコーナーに参りましょう。 We are Stones。 僕たちストーンズが常に掲げて僕たちストーンズが常に掲げている言葉We are Stones。 僕たちだけでなく関わる人みんなでストーンズです。このコーナーでは我こそはストーンズだと自負したリスナーから自分の生きてる日常、自分のイケてる日常を送ってもらいます。早速紹介していきましょう。あっちあっちのが届きました。ラジオネーム、チンピラゴボさん。人力車で前の車を追ってもらう。We are Stones! 無理無理。あ、ちょっとあんた初めて聞くの？ そこで反応すんなよ。生で聞くの初めてだから。そこで反応すんなよ。分かったこれ。人力車で前の車を追ってもらう。いや、無理よ。無理だよ。無理よ。そんなこと。うん。で、ストーンズ、ウィアストーンズ、ストーンズはこういうの やりそうだなっていうことで。分かってるよ。分かっても理解してる。当たり前だよ。何言ってんだよ。さっき勉強会あったから。MC 中に勉強会あったから。これだけ言わせろ。めちゃくちゃ必死。え、これどういうことそれは無理だ。あ、分かった。これだけ言わせろ。お前、バラすな。それはバラしちゃいけないし、お前、これこそあのドロップエンキックの言う、お前、バラエティ用の器用な嘘だよ。あ言って、今のカットで。カットできねえよ、生放送だから。で、いつもジュリー突っ込んでくれる。本当にでも、もうお勉強会したからいけるよ。いけるね。うん。もうわかるよ。だから、無理なことを言ってるわけじゃない。うん。だから、乗ってる時の顔が気になるよね。逆にね。うん。うん。あと髪の長さとかね。そう、マジの真剣な顔してんのかな。うん、真剣だと思うよ。で、ずっとこう一点見つめてんだけどさ、先にさ、向こうの青信号で右に曲がっちゃってさ、こっちはこう、追いかけてっても赤信号止まっちゃうわけじゃない。止まります。そういう時どうするんだろう。どうするんだろうね。って思いながら楽しんでください。そうですよね。はい。次は、慎太郎です。ラジオネーム、みくだりパン。運動会で校庭に椅子を持って行って座席を作ることを、設営と呼ぶ。We're Stars! 熱いね。ありがとう。設営？設営。設営。あの、キャンプとかってさ、こうテント。あ、テントね。そう。はいはいはい。だからもうちょっと大きく言いすぎよね。だからまあそういうやつですから、ね、うん、そういうコーナーですから、ね。ちょっとこれはね、キャンパーなんだろうね、この人もしかしたら。そう、だから多分コーチと友達になれるんじゃない？そうね。まあコーチだったら言うだろうね。多分コーチなんじゃない？コーチ何やってんだっつって、うん、え、俺設営今してる。設営運動会でお前座席置いてるだけなのに、うん、これがさ、ブルーシートになった時もまた設営になるのかな。なるのかね、ブルーシートで。じゃあもう花見とかしてる時とかも設営者たちでいっぱいなわけでしょ、うん、大変だね。じゃあパレードの時とかは、あ、もうあれもだから設営列になるんじゃない。設営列だ、うん、それではあちあちなが届きました。あちあち、ありがとうございます。東京都、ラジオネーム、犬年さん。虫の居所が悪いことを、うん、虫ポジ悪いわーという、We are Stones! おもろい。面白いね。虫ポジね。虫ポジ。いろんなポジがありますからね。まあ、チンポジみたいなことなんですよ、ね。何を言ってんだ、おい。でも、虫ポジ悪いわはちょっといいかも。俺好きよ。虫ポジ。なんか、大体でも、虫さんたちってさ、うん、ポジ悪いよね。どういうこと？え、ここにいるのって。あー、わかる。もっとはっきりだアピールしてこいよ。わかる。そしたら外に鬼がしするから。なんでそこにいんのっていう。たまに驚かしてくんじゃない。夏のセミね。そう。ここにいたのみたいな。ベランダ出ようと思ってガラガラって開けた時に下でビーってなってくる。わーってってね。おい、虫ポジ悪いなって。わーってなるね。わかるわ。さあ行きましょう。ラジオネーム、ミクダリパン。お、すごいですね。遅刻した時は、いや、本当僕が遅いんじゃなくて、皆さんがすごく早いんですよ。僕なんて、全然叶わないな、すごいですと、褒めて乗り切る。We are Stars!
まあ無理でしょうね。まあ無理だろうね、うん、でもこのいけるんじゃないって思う気持ちはすごくわかるよ。ちょっと、まあ、それでちょっと下にね、うん、やっぱ低姿勢でやるもんね。そんな感じで、うん、やったことあるの？いやいや皆さんがみたいなのはこうやるよね。でも早い人はほんと早いよね。マジ早い。だって入り時間に入り時間の 2,3 分前に着いてなんか遅刻してるでしょうみたいな顔でたまに待ってる人いるじゃない、うんうんうん、でそれはちょっともうちょっとゆっくり来てくださいって思うよ。わかるわかる、うん、そういうのありますね。うん、ストーンズで早い人は入り、うん、入り早い人みんなジャストじゃない、うん、そんぐらいだね。うん、みんなジャストだと思うな。普通ですね。普通だと思う。あら、あっちあっちのが来ました。ラジオネームコッペピンポンパンさん、本日クラインクイーンされる〇〇さんですと言われながらこの世に生まれる We are Stones。 いいね、素晴らしい。素晴らしいね。本日クランクインされるジェシーさんです。にゃーいやーにゃーって生まれるでしょ。素晴らしいね。これこれめちゃくちゃおもろいね。面白いでしょ。あ、こうやってお願いしまーす。にゃーにゃー、カッコでね、カッコでお願いしまーす。おはようございます、お願いしまーすっていう入ってんだろうね。いや、おもろいわ。どんどん参りましょう。さあ、どんどん行きましょう。ラジオネーム夕方クイーンベッド、SDGs って叫びながらヨーグルトの蓋ベロベロ舐める。いや、ストーズ。俺やるやる。めっちゃベロベロする。あ、 SDGs だね。俺ベロフェッショナルだから。マジで。いやー、ほんといいと思うよ、はい、舐める。あとあのケーキのさ縁についてるあれもさ剥がして右側へーって行く人。わー、 SDGs だね。 SDGs だ。俺は絶対にやらない。やんない、うん、あれが一番うまいからね。本当？あそこをうまくこうやって剥がそうとする人いるじゃん、うん、俺はあえてバリッつって、あ、そこにこびりつくから、でそれ右から左にもえーってやるから。ね、たまには左からもえーってやるけど、それなんて叫ぶの？それで SDGs。 めちゃくちゃおもろいもん。さあ、メール以上です。ありがとうございました皆さん。はい、今週のストーンズはここまで。おお、フェニッシュです。引き続きまだ見ぬストーンズを探しています。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com、 st@allnightnippon.com、 ストーンズの頭文字を取って ST となっております。懸命にこんばんはストーンズですと書いて送っていただけると非常に助かります。はい、ということでここで一曲、チャゲ&アスカで太陽と埃の中で。ストーンズジェシーです。森内ジャロです。ありがとうございますね、この時間まで。こちらこそありがとう。はい、さあ、この時間は僕たちストーンズがオールナイトニッポンサタデースペシャルをお送りしております。はい、それではなんつーかあっちあっちのメールを読みましょう。ラジオネームストロールさん、リアクションメールは放送中に送られてきたものが届くので熱々って表現するのはまだわかります。でもコーナーのメールは事前に送られてきていて直前に印刷されたものではないので熱々という表現は合わないと思います。ジェシーさんどう思いますかと。あら、どう思いますか。いや、まあだから一つの表現ですよね。ああ、うん、熱々のね。熱々です。あ、今来たんだな。ジェシーからしたら今来たんだもんね。そう、僕からしたら今来たんです。そう、僕からしたら今来たんでね。だからジェシーに来る前に一回温め直しが入ってるもんね。そう、だって冷めちゃってんだから。そう、ね、文字が浮かび上がらない。やっぱ一回チーンしないと。そうね、うん、そうです、そういうことです。ストロールさん、よろしくお願いします。さあ、あっちあっちまだかな。もう楽しみになっちゃってんだ。楽しみだよ、あっちあっちメールが。あっちあっちコーナーだここ。いや、でもそれいいと思うよ、ね、あっちあっち、あっちあっちまだかなってね、うん、それ鉄板に、それ鉄板にした方がいいよ。あっちあっちだけにね。ラジオネームくるみ割りさん、ジェシーは優しいな。敬語になってしまうのは MC を意識しているせいじゃないよね。本当は森本とスタジオで二人きりになって小さい頃のあの怖い森本を思い出しちゃったんだよね。でもそれを言ったらテンション下がっちゃうもんね。森本、これがバラエティのための嘘だよ。だそうです。はいはいはい、いただきました。そうね、そりゃそうだよね。うん、これに対して俺は何を返せばいいんだ。いや、もうはいでいいんじゃないですか。はいでいいの、はい、そうか、ありがとな、バラエティのための嘘を書いてくれて。バラエティ、うん、俺は勉強したよ。うん、怖くないだろ俺の嘘。な、はいはい、怖くないです。怖くないだろ。怖くないです。な、はい、くるみ割り分かったか、
これが俺とジェシーの関係性だよ。怖くないです。皆さん本当にいい人なんですよ。うん、そうそう、もう大尊敬で、うん、もう髪型も今日バッチシで。そうだよな。はい、うん。優しいよな。優しいです。めちゃくちゃ優しいです。いつもありがとうございます。怖くないな。怖くないです。優しいよな。優しいです。いい男だろ。いい男です。くるみより分かったか。もうみんな分かりましたよね。もうこんだけ優しいですから。よかった。早くあちあち。あちあちちょうだい。八八来ないかな。八八来ないかな。それはいいと思う。でもさんまさんのほんまかーに匹敵するぐらいになると思うよ。匹敵する？うん。とかいい友の明日もまた見てくれるかなみたいな感じで。ああそうね。ジェシーのメールコーナーはあちあちまだかなみたいな。あちあちまだかなですよ。いいね。お来ました。あら。八八やったねー。ラジオネームアジの見開きさん。ツッコミ不在で開始早々死んでたラジオだったのにトークは聞き応えあるし数週間できなかったコーナーもしっかり盛り上げてるしいつの間にかしっかりしたラジオ番組になっていてちょっと感動しています。チャゲアスの曲を聴いててジェシーと森本のスタジオ写真がフェードアウトするエンドロールが見えました。おー、そこまでちゃんと思い描けられてる。そんなイメージさせちゃってたら俺らやべんじゃねえの。どうなっちゃうのかな。あ、ありがとう。ありがとう。やばいやばい。最初に戻ってっちゃう。戻っちゃう戻っちゃう。やばい。すごい、本当にやばそう。あちあちはもうこれで終わり。皆さん、届きました。ラジオネーム、キャズナリさん。森本さん。はいはい。マジレスなんですが、こんばんはにはわかるんですが、こんばんヘビってどういう意味なんですか。いや、俺もごめん、わかんないんだよ。わかんないんだよ。だから、その時の俺にマジレスしてくれ。おー、なるほどね。ああ、ごめんな。だから逆に慎太郎も真面目で俺がふざけたから乗ってくれたんだよね。そういうことなのかな。ヘビで。でも、わかんない。あの、ヘビ年とかだったんじゃ？あー。多分、わかんないけど。ヘビ年かな。うん。今だったらなんて言うの？じゃあ行きますよ。こんばんワニ。こんばんワニ。ワニ、おっと合わせてくれました。ワニーズです。よろしくお願いします。ワニーズどうもよろしくお願いします。ちょっと全然面白くないな、俺今。いや、でもいいよいいよ。ほんと？うん。なんか、もうちょっとなんかできた気がする。いや、できてるのよ。ほんとに？うん。もうパニックってならないで。ワニだけにね。ワニパニックだ。うまい。お前うまいよ、今の。本番ワニで、パニックにならないで、ワニワニパニックでしょ？はい。お前うますぎるだろ。ありがとうございます。お前 MC の才能あるぞ。ありがとうございます。いや、そんなほどでもないですよ。お前 MC の才能あるよ。いや、ないです。多分な、この1ヶ月で、そこの MC ポジション、いけるぞ。え、ほんとですか？うん。お願いします。うん。いけるはずだよ。はい。偉い人に言っときます。今度飯行くか？はい、お願いします。うん。俺が、口聞いといてやるよ。はい。ありがとうございます。任せろ。はい。ありがとうございます。さて、CM かなCM かなSixTONES のオールナイトニッポンサタデースペシャル。SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル、そろそろお別れの時間です。番組ではメールを送ってくれたリスナーから抽選で6名の方に大助リチャードさんデザインの番組特製ステッカーをプレゼントしています。ステッカーくださいだけのメールにあげることはないので、そういうメールはお控えください。ここで SixTONES からのお知らせです。はい。SixTONES初の4大ドームツアー、バイブスのライブ DVD& ブルーレイが10月16日の発売まで1週間を切りました。予約受付中なのでぜひチェックしてみてください。そして本日ですね、本編映像からドラマーが先行公開されました、はい、バイブサタデーとして公開してきたライブ映像も、こっからバンバンバンゲン、 Something from nothing with that、 そして今回ドラマと映像が全て公開になりました。まだの方はぜひご覧ください。見てください。いいよね。いや、いいよ。ドラマはドラマやばいよね。エロエロだったね。あれはぶち上がるよね。ぐにゃんぐにゃん動いて、 あれは最高だよ。かっこいい。ストーンズね。じゃあ時間が来るまでメール、あっちあっちのメールを読みましょう。タイム。ラジオネームマーさん。以前田中さんがジェシーと慎太郎と飲みに行った時に2人の意思疎通がうまくできなくて言い合って泣いてたというエピソードを話してた記憶があるので、はいはい、今日のラジオでお二人の意思疎通ができずに泣き出してしまったらどうしようかと思っていましたが、泣き出さずに楽しいラジオになってよかったです。ありがとう。ありがとう。ありがとう。それはもう若い時ですからね。そうそうそう。お互いの意見が ね向かってる方向は一緒なんだけど、ね、食い違っちゃってね、そうそうそう、泣いてしまうっていう。今はもうありませんから。はい。あちあち待ってる待ってる、あちあち待ってるジェシーが
来ました。あ、結構熱いねこれ。ラジオネームちとせ、すいません、ラジオネームちとせさん、森本さん、はいはい、今晩ヘビのメールになんかヘビ年だったのかなと言ってましたが、はい、ヘビ年って11年前ですよ。11年前にラジオやってたんですか？知りません。知りませんだそうです。おお、どうした、みんななんか俺に対してそういうなんかマジルス系で来てるな。マジルス系だね。お、やり合うか。でも、やり合わないでください。はい、もう一枚あちま、はい、あちきました、はいはい、ラジオネームいくらフォッカチャさん、はい、そんな時の俺にマジレスしてくれって昔の話なんだから無理だろうと何言ってんだって言ってますけど、何言ってんだお前も。お、逆にお前も何言ってんだ。何言ってんだ。はい、どんどんあちゃあちきました。ラジオネームヒューストン、はいはい、今日のラジオを通して一番変だったやつは新幹線を止めようと走り出した新幹線を止めようと走り出したマネージャーです。ジェシーは結構頑張ってました。来週も楽しみにしてます。ありがとうございます。覚えてほしい。確かに、ね、アイくんね、アイくん、はい、ということで一部の放送局を除いてこの後1時からはオードリーのオールナイトニッポンが放送されます。頑張ってください。というわけでここまでのお相手はストーンズジェシーと森本慎太郎でした。ありがとう、また来週。Is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drive myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back.